とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今回のタワーは30階と結構長めですね。では、早速行ってみましょう。今回難易度ちょっと高いです。最初やった時はこれかなり難易度高いなと思ったんだけども、装備をねしっかりしていけば全然クリアできるレベルですね。これ装備がちょっと微妙だったらば難しくなるとは思います。はい、そこのところをちょっとしっかりね説明しながらやっていきましょう。まず1階2階3階は特に問題はありませんね。よし、サクッといっちゃいましょう。で、装備選びがものすごく重要です。1階の報酬でこれ槍を持っていってください。槍があると、6階かな7階かなボスがだいぶ楽になります。槍はね結構ねノックバックを強く出すことができるので、役に立つんだよね、落とすのに。普通に雑魚敵倒す時でもこのリーチで結構まとめて倒せるので便利です。しゃ、では2回クリアです。次に行きましょう。で、2回のね報酬ですけども、一応強化メイルを持って行ってください。別にねこっち傭兵のアーマーでも OK です。ただしこっちだったらば、耐久力が、抜群に上がりますので安全になります。火力は落ちます。火力は落ちる、それはちょっと注意してくださいね。で、エンチャント入れましょう。雪玉です。2入れてください。で、ボスに行くまでに、雪玉がね3まで入れることができます。よっしゃ、やっぱり リーチの長さがねこの槍の強みなので、このリーチの長さっていうのをしっかり活かしていきましょう。終わり。3回クリア。次に行きます。ここエレメントのカバンですね、取っていってください。エレメントのカバンも、ボス戦で重宝します。で、ここがね、クリーパーが若干出るのよ。若干出るんだけども、槍のねリーチを、活かしていったらばそう大したことはないと思います。しゃあ、言うても2発で倒せるんでね大丈夫ですよ、全然大丈夫。よし、クリーパー合計で3体かな、3、4体いると思います。4体か、気をつけていけばダメージは受けないでしょう。はいはいはい、無理にねこのカバンを雑魚戦で使わなくてもいいです。機会があれば使うぐらいの感じですね。で、ここ報酬何もいりません。で、商人です。商人でエレメントのカバンを上げてください。どうしてもねエンダーマンが、きついんですよ。なんでエンダーマン用にエレメントのカバンですね。で、雪玉を3まで上げていってください。エレメントのカバンで炎が出れば2回で倒せるかな。でも、そううまくは出ないのでうまいことやってください。距離を取ってぐるぐる回っとくだけです。当てて距離を取ってぐるぐる回る。で、たまにはね槍で攻撃しても OK です。で、カバンが溜まったらばカバンで攻撃、そういう感じでやってみてください。よし、次でおしまいかな。うまいのが出ればいいやつが出ればよし、終わり。で、のびですね。のびはここにいてください。そうすると近くに来ます。で、ここに来たらば槍で攻撃して落とします。槍はねノックバックが、強く出ますので落としやすいと思います。
はい。まあ、ここのね、ボスが結構きついんで、これをクリアすれば、まあ、だいぶ楽になります。ここ、8ですね。バジーネスト、取っていってください。で、クリーパーここ多いです。なので、敵が出だしたら、ここにバジーネストを置いてあげると、いい感じに、クリーパーを処理してくれます。うん。あとは自分の、あれだね。雪玉。あれで、なんとでも、なると思いますので、まあ、とにかく、あの、橋のところにね、バジーネストを置いてあげると、いい感じで、こっちから来る、クリーパーたちを処理してくれますので、お得です。よし。で、下もね、ちょっと多いんだよね。下がちょっと多い。まあ、うまいこと、この、槍のリーチを活かしながら、戦ってみてください。おお、お前も入ってきたんかい。よし。まあ、特に問題はないとは思います。あと上にいる、雑魚敵を数体倒しておしまいですね。よし。終わり。7回クリア。ここでゴーレムですね。ゴーレムを取っていきましょう。で、ここも敵が多いです。とにかく多い。なので、召喚を出して、まずゴーレムがね、戦っていってください。んで、ある程度敵が出てきたら、敵の近くに蜂を出してあげる。そうすると、蜂がね、うまいこと減らしてくれるので、すごく戦いやすくなると思います。時間差で出すっていうのが、結構ポイントかもしれません。敵が本当に一気に湧くので、ゴーレムね、やられちゃうんですよ。なので、ゴーレムがやられた後でも、蜂が、戦い続けれるように、ある程度、時間差でやってみてください。で、ここ、魂の採取ですね。近接火力を上げていきましょう。エンチャントで、謎の共鳴1と、追い打ちを2です。入れてください。で、ここもね、敵が若干多いです。もうここはもう、いきなり出していっていいですね。この召喚のゴーレム、そして蜂がいないと結構辛いと思います。うん。こいつらがね、本当にいい動きをしてくれるので、しっかり使っていきましょう。いいね。んで、倒したかな、これで。OK。では、9回クリアです。ここ報酬何もいりません。連射パッドがある人は釣り竿を持って行ってもいいです。でも持ってない人もいるので、今回は釣り竿は使いません。で、ここも同じく敵が多い。召喚がないときついです。ここら辺にね、ゴーレム蜂を出してあげると、大量に出てくるクリーパーをうまいこと処理してくれます。うん、あそこら辺に出すっていうのが結構重要ですね。クリーパーが本当にね、とにかく出てくる。なので、注意してみてください。OK。ある程度倒せたね。最初のね、脇が結構激しいので、最初だけは注意してくださいね。おー、ナイス。雷がね、必ず出ればいいけど、必ずは出ないんだよな。よし。いけー。はい。10回クリアです。で、ゴーレムの HP がもうほんとちょっととかなってると、報酬で更新してあげてくださいね。アーティファクトがあれば、アーティファクトをゴーレムの上に乗せて、で、キャンセルですね。それで OK です。で、ここ、プレートアーマー、取っていきましょう。プレートアーマーにはポーションバリアがついてるのでお得です。ポーションバリア3ですね。で、ここも敵多めです。とにかく先に召喚の奴らを行かせて、で、自分は後ろの方から攻撃してあげる方がいいです。もうとにかくここね、クリーパー多いですよ。クリーパーが多い。なので、自分は行かずに仲間たちを
どんどん送り込んであげてください。よし、もう弓がねすごく貧弱なんだけども、まあそれはもうしょうがないです。うん、もうどうしようもないもん、弓が弱いのは。んで、ここあまりね先に進まずに召喚が、アーティファクトが元に戻ってから行くようにしてください。うん、これアーティファクトがないと結構きついので、うん、まあ避けるのにだいぶね自信があるんだったらそのまま行っていいです。でも、安全に行きたいのであればこっちの方でちょっと耐久をしつつ、アーティファクトが戻ったら下に行く、そういう風にした方が安全ですね。はい、ここ何もいりません。で、ここはね、ここにバジーネスト置いてきてください。そうすると向こう側にあのクリーパーが多めに出るんだよね。そのクリーパーをうまいこと全部、処理してきますので、まずはあそこにバジーネストを置いてスタートしてみてください。いい感じに倒し終わると思います。ここも敵ね、めちゃくちゃ出るのよ、めちゃくちゃ出る、なので注意してください。よし、まあ、最初のねあのクリーパーラッシュを乗り切れればそこそこいけると思います。うん、まあ、やられることはないかな、そんなに火力の高い敵はいないし、クリーパーぐらいなんで大丈夫だと思います。よし、おしまい、12回クリアです。次に行きますね。ここ報酬でスケールメールを取っていってください。プレートアーマーよりも、火力が上がります。近接ダメージの 30% アップだね。でも若干、30% のダメージ無効がなくなるので、耐久面では弱くなる。でも HP も上がるのでそんなに気にすることはないとは思います。やっぱり火力のねプラス 30% っていうのが結構重要だと思うので、ぜひこのスケールメールつけてみてください。で、ここは敵はまあそこそこ多いんだけども、そんなに注意することもないかな。うん、まあ、いつも通りの戦いをしていけば問題なく勝てると思います。もういないかな、あと上ですね。はい、これでおしまいですね。では次に行きましょう。ゴーレムの HP が若干低いね。こういう時はゴーレムを、一度アーティファクトを乗せてあげる、そうするといいですね。で、ここキノコ取っていきましょう。キノコをこれ、あ、これバジーネストだね。バジーネストとキノコを交換していってください。もうこっからになると、自分が動いていった方が早くいけます。うん、もうタンクはゴーレムだけで、まあ、そこそこ十分っていう感じなんでね。 OK。 で、ネクロマンサーがここは2体います。そんなにね、HP は高くないのでキノコを使ってサクッと倒しちゃってください。危ない。よし、全然ね、あの2発で倒せるならばクリーパー処理も楽ですね。よし、よし、終わりですね。まだ、あ、上の方にちょっと引っかかってるやつがいるか。スケルトンあたりがいるんじゃない？いた。こういうのがいるとちょっとめんどくさいです。14回クリア、次行きます。ここは何もいりません、そのまんま行ってください。で、15回、クリーパーが若干めんどくさいけどもやられるほどはないかなと思うんだよな。どうだろうやられたことはないんだけども、まあ一応クリーパーと、ネクロマンサーには若干注意してください。まあ、キノコ使って攻めていけば大丈夫とは思います。うん、よっしゃ、 OK。 あと少し、よし、いけ、ナイス。雷が出るとなんかお得な気分になるね。
な、タワーだったらあれか、炎でもいいのか。おう、危なくなったらポーションバリア使ってください。ポーションバリアはね本当に役に立ちます。15回クリア、次でーす。ゴーレムちょっと HP 低くなってますね。ゴーレムを更新してあげましょう。で、ここパワーシェイカーとエレメントのカバン交代してください。いきまーす。で、こっからは若干ね、楽になるかな。うん、16回から、20回ぐらいまでは確かそんなに難しくなかった気がする。はい、結構敵が湧くんですよね、ここ。なので湧き終わるまでしっかりとここに残って倒していきましょう。あとあと戻ってくるとめんどくさいんでね、敵が湧き終わるまでここにいた方がいいです。しゃあ、であと雲2体か。はい、であとは中の方に突っ込んでいきましょう。パワーシェイカー使えばうまいことね殲滅していけると思います。はい、終わりだ。16回がこれでおしまいです。次いきます。まあ慣れれば本当にやられることはないと思います。うん、慣れればそう難しいこともないかもしれませんね。いりません、そのまんま進みましょう。で、ここは、パワーシェイカーを使ってこの草ゾーンを越えていきましょう。パワーシェイカー一発ずつで草の壁はね壊していけるんで、はい、OK。 で、ここ雑魚、まあ出るには出るけどもそう大したことはない。うん、別に脅威ではありませんね。サクッといっちゃいましょう。はい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 、もう少し。ゴリさんとかね出てくれば結構難しくなるかもしれないんだけども、リープリーフは今回は出てきません。17回クリア、次でーす。報酬でようやくだね、ようやく弓を変えます。乱射のクロスボウです。で、乱射のクロスボウにエンチャントを入れていきましょう。クリティカル2と連鎖反応2です。3入れる必要はありません。22で十分だと思います。はいはいはい、おお、今ぶっ飛ばしたな。で、今回矢はねあんまり使わないんですって、余ってしまうんでどんどん使っていって OK です。もうどんどんいってください。そこそこの火力は出ますので、よし、はい、もったいがらずにどんどん行きましょう。終わり、18回クリア。ここ報酬何もいりません。そのまま進んでください。あ、ここちょっと敵多いです。ちょっと敵多いなので危なくなったらしっかりとポーションバリアを使う準備をしておいてください。基本的にね、指で戦っていくと比較的安全だと思います。 OK、 ポーションバリアじゃないや、パワーシェイカーで突っ込みます。じゃあ基本的には弓でいくと安全ですね。よし、終わり。危なくなったらポーションバリアで耐久しながら戦ってください。9秒間ほぼ無敵になるので大丈夫だと思います。ここですね、ここ報酬でグレイブを取っていってください。まあ機械化ソーブレードでもいいよ、いいんだけども、グレイブが結構ね安全にいけました。うん、結構安全にいけました。で、追い打ちを2、そして虚無を1、この3つ、あ、2つか、これで十分です。まあ、普通に戦っていけば OK ですね。敵が固まったところにグレイブで一気に攻撃すると、あのパワーシェイカーの威力がだいぶ出るんで気持ちいいですね。ボボボボボンってなるんで、うん、こういう範囲武器は
パワーシェイカーとの相性が抜群ですね。はい、終わりかな。はい、20回クリアでーす。次に行きましょう。別に何もいりません。キノコもまあいいんだけども、そう変わんないんだよね。1秒ぐらいしか時間的に変わらないので、別に俺は取らなくていいかなと思います。ゴーレムのね HP をちょっと更新してないんだけども、更新した方がいいので、まあそれは、お、あーぶね、ちょっと待って、アイテムを取って、アイテムを取って攻撃が途中で止んでしまったっていうやつですね。仕方ない。でここジオマンサーが結構鬱陶しいのよ。なのでジオマンサーには注意してください。上の方にいるかな。ジオマンサーが上の方にいますので、こいつは注意してやってくださいね。うん、まあ、今のルート、下の方で戦うっていうのをすれば、ジオマンサーから狙われることがあんまりないので、まずはそういうルートを辿ってみてください。でゴーレム新しくしていきましょう。はい、まあ、特にここも、問題はないと思います。エンチャンターとジオマンサーが結構出るんだけども、危なくなったらポーションバリア、まあまあ本当それだけですね。うん、それだけ守っとけばそう難しくはないんじゃないかな。はい、であとはここね、よし、終わり。22回クリアで、ここ両魔王のが一番安全だと思います。一番安全でも、クレイモアが早く行けます。うん、なので、好きな方を選んでください。剣はイマイチだった。うん、両魔王のもしくはクレイモア、どっちかですね。今回は両魔王ので安全に行きます。クレイモアは、火力エンチャがあるんだけども、両魔王のは火力があまりありません。輝き3ですね。でも輝きが入ってるので耐久力抜群です。やられることはほぼないと思います。でここは、出た瞬間にキノコと、パワーシェイカーを使ってガシガシ倒してあげれば問題ありません。速攻倒せるね。いや、まさかこんなにボス弱いとはね。うん、序盤だけだったみたいな感じですね。はい、でここです。特にいりません。そのまま進んでください。でここは乱射のクロスボウを上げてください。112までパワーが上がって、まあ、敵を倒しやすくなりますね。それでは25回です。ここ敵がね一気に出てくるのよ。一気に出てくるので注意してください。でタワーレイスばっかりなんだよね。タワーレイスとあと雲なので、雲の、巣に引っかからないようにと、あとタワーレイスの毒と、この炎に巻かれないように注意してください。まあ、とにかくこう動きながら攻撃しておくと間違いないですね。動きを止めちゃうとちょっと一気に押し切られることがあるので、極力動き回りながら攻撃してみてください。そうすると、ダメージも最小限になると思います。では次行きましょう。ここの報酬でこれスケールメイル取っていってください。でエンチャント入れましょう。スケールメイルに霊気3と雪玉3ですね。雪玉で足止めをしつつ霊気も、いい感じに効いてきます。でここがねタワーガードがむちゃくちゃ出ます。なので弓は使わずに戦うようにしてみてください。反射されるとね若干まずくなることがあるので、あ、もちろん弓じゃない、盾を砕いた後だったら弓を振って大丈夫です。うん、なのでちょっとこう注意して戦ってください。ここはね、うん、あまり今までで
経験したことがないようなステージだね。ああここはちょっとね驚きだよ。こんなにたくさん、タワーガードタワーレースが出てきたの初めてなので、ここは驚きやね。よし、なんか変なとこ引っかかってる。はい、まあとにかく、危なくなったらポーションを使う感じですね。いきましょう。何もいりません。でここですけども、ネクロマンサーが2体出てきます。ネクロマンサーだけ注意ですね。まあ、うまいこと、キノコを使って2体同時に倒せればベストですね。まあ、キノコとパワーポーション、あ、パワーシェイカーか。うん。うまくいけばいいかな。どうだろう。来るか。来たー。まず1体目は大丈夫。2体目すぐ出ろ。すぐ出ろ。来た。こっちか。いけるね。よっしゃ、オッケー。ではあとはザコ処理に行きましょう。もう少しだけいるね。でも HP が若干減ったとしても輝きがあるので回復します。輝きのね回復量はなかなかもう3なのですごいですね。報酬何もいりません。次行きましょう。ここもねタワーレースが結構出てきます。でもあのタワーガードとかは出ないんで先ほど難しくはないと思います。まあタワーレースはね赤くなった時が危ない。うん、赤い時がかなりやばいので赤になった時は注意してくださいね。よし、あの毒がほんとね結構ダメージもらうんだよな。うん、ぼーっとしてたら一気に削られるのであれだけは要注意。よっしゃ。毒が出る場所っていうのはねちょっと分かりにくいんだよね。若干分かりにくいし、なんかカウンターみたいな感じで出してくるからさ、あれが嫌なんだよ。攻撃を受けたらなんか自分のところにね毒が出るとか、あれちょっと嫌な動きだよね。では、あとは商人でボスかなですね。でここ、武器全部試しました。両刃斧の、そして、バトルスタッフと闇の刀と名もなき刃全部試してみたところ、これがね一番早い。バトルスタッフ慣れてない人もいるかもしれないけども、これが一番、倒すスピードは速かったですね。でバトルスタッフを上げていってください。でバトルスタッフにエンチャントを入れましょう。虚無1、追い打ち2のクリティカル3ですね。1、2、3となります。で、攻撃最後まで当てて、でその後に、キャンセルで弓を打つ、その繰り返しで勝てると思います。まあ、クリティカルの出る回数によるんだけどね。はい、よっしゃー、いけたー。おおゴーレムやられてるね。はい、ということで、タワー完全攻略でした。報酬を見て終わりますね。どうだ。まあ黄金はいい、黄金はいいぞ。だこっちはダメだ。はい、ということで、今日はこんな感じでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。